はい、復活しました。まあね、復活したんよ。ただいまってことで、結局まあいろいろ考えてもね、一つの答えに結局たどり着くんですよ。もう前々から言ってるけど、結局ね、人に迷惑かけんかったら、まあ好きなように、自分の好きなように生きるってことで、結局そこにたどり着くんやけど、まあいろいろ考えちゃってってことで、まあ沈んでたんですけど、今も上がってますね。まあまたすぐ下がるかもしれんだけど、まあそれはそれで、人生の醍醐味ってことでありかなと思って動画回してます。でこれからまた動画撮ってくんで、よかったら暇な時見てあげてください。でね、あれタイトルにもあると思うんやけど、シルバーファング、結構な、やっぱ同じことをや、同じっていうのもあって、と あとはちょっと一つね、もう一つしたいなっていうものがあって、まあ筋トレなんですけど、背中から翼生やそうかなと思って。おいどんはひげそれ、まあ、いい加減に。でまた広背筋っすね。もう思いっきり広背筋バッチバチにつけたろうかなと思ってます。そう思ってます。ってことで次の目標、ごめん、シルバーファングじゃなくて、シルバーファングはまだまああるんやけど、まず両肩から翼生やします。前60日って言ってたんですけど、ちょうど51日ぐらいかなと。ってことでそれで続けていくんで、まあ、暇な時見てあげてください、よかったらね。でね、まあ、筋トレとか初めて、あとはまあこうやって動画撮ってるのもあるんですけど、まあ前とちょっと変わったことがあって、まあそれも言おうかなと思って。でね、筋トレのせいか、まあいろいろ考え方が変わったせいか、そうね、もう死ぬっていう選択肢がなくなって、で下がってもね、気分が下がっても、うん、なくなって、それが大きな変化かなって最近思いました。めっちゃ重たい話題するやんって感じなんですけど、まあ、自分の中でそれが結構大きな変化かなと思って。で、まあね、かっこ、まあ、自由でかっこいい男、まあ人間になろうかなって、なろうっていうか、うん、なれるよう頑張ります。まあ自分のペースで緩く全力でやっていくんで、うん、まあ結構サボると思うんやけど、また暇な時でいいからたまに見てちょうだい。じゃあまたお願いし、お願いしますってことで。で、あ、ちょい、最後に最近ハマってる、最近見つけた広背筋のトレについてちょっと動画あるんで、バイ。顔がこうやってすると、あんま引きすぎるとこうやって真っ二つになってデローンって中身出てまうから、そこだけは気をつけて。でもそれがしたいっていう人はこの種目おすすめです。これ顔から割って中身こうやって出したい人はね。